やっほー。こないだぶり。今日はちょっとね、家のね、片付けをして。昨日はあんまなんか、もう体調が良くないっていうか、もうやる気が出ない。ご飯作るのだるみたいな時が来るじゃないね。月に何度かさ、それだったから、もう頑張らずにね、もう今日は疲労困憊だと、もう疲労困憊だ、もうお手上げだ、もう今日は無理だ、ご飯作れないよーって嘆いて、なんかもう子供たちにもさ、何食べたいよとか言ってさ、ヒアリングしたのにもかかわらずさ、やっぱ無理だとか言ってもうさじ投げ出したわけ、私が。でも私もうだから、もうイライラしてるわけよね。もうちょっと、もうママ本当にね、あのフィーリングノットグッドだから、すぐ怒るから気をつけてねみたいな。もう意味も分からず、もうすぐ怒鳴り散らかすからなとか。で、だからもうなんかもう、はいはい、了解了解みたいな。っていう感じでさ、もうなんか、はいはい、どう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 、オーケーみたいな感じ。子供がね。ほんと、どっちが子供なんだかっていう。で、それでちょっとエネルギー補給が、昨日出たわけでございまして。だから今日、ちょっとね、家のね、整理整頓っていうか、なんか、まあ、整理整頓だね。あと、久々に黒会っていうのをさ、やろうと思ってて、このシリコンバレーっていうか、ベイエリアのさ、まあ、場所はサンフランシスコなんだけど、みんなほら、サンフランシスコ、こうなかなか住めないから、ちょっと離れたところに住んでるからさ、そのベイエリアっていうんだけど、そのベイの周りをね、そのベイエリアに住んでる日本人を集める、働き盛りの日本人、ジジババじゃなくて、ジジババはもうさ、コミュニティあんのよ。じゃなくて、大学生から40代ぐらいの、まあもう今を支えてる人たち、経済回してる人たち。日本人のね、コミュニティみたいなのがなかったの、当時、10年前。で、それやってて、コロナでやめて、で、また久々にやろうかって言って、やるのね。で、なんかその準備も含め、なんか、たくさんの段ボールたちとさっき向き合ってきたんだけど、やっぱなんか捨てるのが楽しいのよ。私の場合。だからこう、ゴミが減っていくっていうかさ、ほら、段ボール開けてさ、こうオーガナイズしてってさ、段ボールとかさ、なんかこう包装紙とかを取るじゃん。そのもう剥いでいくのが楽しいわけ。ゴミを捨てたいんだね。だからもういらないものだらけじゃん、この梱包が。だからなんかプラスチック、なんかもう、なんでこれがいる、こんなのがいるんだっていう。をこうやってもどん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 剥がして捨てていくっていうのが結構楽しくて、だから今日はご飯作れそうかなみたいな。 そうです。なんか子供のフィールドトリップに行く予定だったけど、なんかこう、このフォームを入力が先ねみたいな、そのフォームが、先生から送ってきたフォームが開けないとかで、結局フィールドトリップ行かなかったんだけど、なんかこう、タン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 ってこう休める、タイミングがね、ポコ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 出てきてて、休んじゃえって、も
ご褒美やと、七夕やっていうことで、こう予定がなくなったからといって予定を入れず寝るっていう、っていうのを やってんのよ最近ね。で動けるときに動く、もう動けたくないときはもう動かないみたいな、もう本当にね、正直に。この間若者たちと喋ってるときに、こうリュウちゃんとかさ、いろんなこの人たち、まあ存在はピュアな人間を好むわけよね。でそのピュアって何ですかねみたいな話になって、まあ、自分に嘘ついてない人じゃないっていう話だったわけ。だ自分に正直に自分に嘘をついて、なんかこう駆け引きをするとか、そんな次元ではそもそもないんだけどさ、だからやりたくないことをやるっていうのももうピュアじゃないわけよね。押し殺してるわけだから自分をね。だからやっぱそのこう清潔そうとかさ、そういうなんか真っ当な仕事をしているとかも、そういうことじゃなくて、自分に自分が嘘をついて生活をしているのはもうピュアじゃないっていうことに、そうだよねっていうところに至ったんだけど、で基本的に私はピュアなんですね、皆さんもうご存知、もう皆さんが承認ですよ。で私なんてさ、見た目さピュアに見えないじゃないね。あれれれれ、こんないかついさ感じでさ生活してさ、罵声もさ吐くしさね、けどもだな、本当にね、正直に本当に私はピュアだと年々思ってるんだけど、もう昔からピュアで、昔からあんま人の言うこと聞かないしね、本当に。だから、まあ、昔で言う生意気なやつだとって言われてたけども、今思えば私は私に嘘をついた人生はマジで送ってきてないなと思っているわけですよ。だからこうやってこう何こうブーってそのままあんま頑張らず、すごく苦労しないと来れなかったなんかスピリチュアル的な茨の道も、意外と私の中ではそんなに苦労してない、手厚くサポートをいただいたおかげで、意外にスムーズに来れたなとは思ってるけど、まあ他のそれをやってこう開花して してなんかこう目覚めた人とかからすると大変だったでしょと言われるけれども、それは多分ベースがもともと自分に嘘つかない人だったからもう慣れてると、そこが一番訓練きついんじゃねっていう感じかも、もしかしたらね。なんかこう何つながるとか、なんかこう浄化するとかどうのこうのよりも、もうそもそも自分に嘘をつかなく生きるっていうのがスーパー難しい。他人軸がもうデフォじゃん普通はさね。でもそうだって思った。ピュアという概念の見直しみたいなのをね、昨日ねできたんだけど、なるほどと思って、もう私はもうじゃあもう本当に料理以外は家事やりたくないみたいな言ってみる。やりたくないって、もう私じゃないとやれないことはもうやりたくないんだと、ではっと思ったわけ。まあみんな思ってんだろうけどさ、けども確かにそう、もうやりたくない、やりたくない、もうやりたくないことはやりたくないし、それを本当に実行してやるって
なんかこう思った。でもそれで回っていけるようになればいいだけの話じゃん。すごい周りに迷惑かけててさ、それでさ、あの旦那もさ、子供たちもさ、それでさ、大変だったらあれだけどさ、そうじゃなくてうまく回る方法が、今の段階では出てきてないだろうけども、もう今後私がもう決めたみたいな、料理がやらねって なった時は、そうなった暁にはさ、うまいさ、こうなんかリズムとサイクルができてるわけよね。みんなが負担かからない、みんながハッピーね。みんながハッピーじゃなかったら、そもそも私もハッピーじゃないって思っちゃうタイプのね、 人だからさ、そうなんだろうけども、とりあえずやらねっつって、っていうのが昨日ベースにもうなんかこうプワってここでもうプワって生まれちゃったから、もうだるいし、今日は作んねん、もうご飯も作んねん、ご飯以外はやらねえって言ってたのにね、ご飯も作ってねえのかいっていう話なんだけどっていう、ちょっとわがままをね言ってみるっていうか、もうだるい時は休むっていう言っちゃう自分もいいじゃん別にって、もう頑張りすぎたんだよ今までって、いいじゃん別にっていうことにしてるんでね、もうみんなもねいいよって、わかるよいろいろ出てくんのは、いやそんなこと言ってもねって、じゃあ誰がやるのって、私以外やれないじゃんみたいなさ、いやわかるよ、そのもうあのやれない理由、叶えられない理由がさ出てくるのわかるよね、わかりますよ、ええ、私たちはそうやってやってきましたし、ええ、みんな一緒です。なんだけれども、なんだけどもね、少しずつ許していくっていうね、許しってなんだって、なんだよジーザスかっていう話かもしんないけどもさ、難しいね。オッケーって言って大丈夫だよ、オッケーって言うことだね、自分に対して。もういいんじゃない、休めば、休んだ方がいいんじゃない、休めるんだったら2年休もうぜみたいな、っていう自分にオッケーを出していくということを、私は今ですらもう出しすぎじゃないってみんな思ってるでしょうけども、今後も出していく、もうもっともっと出していく、もう本当にマジで、もう私はもう魔法の絨毯にでも乗って生活する、もう歩きもしんかもしれん、もう歩くのも嫌だってなったら、そのくらいわがままに生きてやると思うよ、本当にピュアにね、自分に嘘をつかずっていう、ピュアの見直しと、頑張らないってよくないっていうのをもう許してあげるっていうことをこのタイミングで特に思ったであります。ええ、そうですよ、だってもうレベルアップしてさ、自分のさこの階層がさ変わったらさ、またさその上がった階層でさまた動くわけでしょ。その前に休ませてよってね、旅の前に休ませてよって、旅は旅で面白いからさ頑張っちゃうわけじゃん、うん、っていうことでね、皆さんももう休みましょう。もう秋、この秋なんてもうはね、頑張ったら頑張っただけ落ちていくんだから、そういう時ですよ、この10月11月なんてもうはさ、ええ、頑張んない、もう頑張らなくていい、もう頑張らないで、もう頑張らない、もう本当に言うこと聞いてくれるんだったらもう何だって言うよ、もう命令でも何だって言うよ、もう頑張らないで、本当にもうね、キーンって言ってるから、ピアスも、ええ、もう頑張らないで、頑張らない、何もやらない、そんぐらいの気持ちで見ていきましょう。自分に正直に、自分にピュアに、ピュア、あなたはピュア、私もピュア、なんだこれ、そうです、もう本当にそうよ、そういうことね、じゃあね